あの天気お兄さんと、まあ、太陽のような存在の、ね、普段いつも天気を支えてくれている川崎を、まあ、一番明るい存在に、まあ、よりイメージに近づけるように頑張って考えて作ったので、それではですね、僕らの頑張った努力の結晶どうぞ。はい、どうも。さあ、始まりましたね、川崎のイメチェン企画。ねえ、僕めちゃめちゃ楽しみやったんすよ。そうですね。まあ、こうどうなってかっこよくなっていくのか、ちょっとね、今もう手順をやっていってもらってるんですけど、ちなみにこれって何してる途中なんですか？今はとりあえず伸びきった髪の毛をね、刈り上げしてますね。まあ、もうボカボカに変わっちゃって、今はですね、この刈り上げ上は染めないので、ほうほう、まあ、今回はちょっと、まあ、秘策というか、奥の手使わしてもろてって感じで、あ、もうちょうど今なんか登場しましたね、うん、登場しましたね。あ、これが秘策の秘策、その位置ですね、ブリーチですね。なるほど、うん、しっかりね、魂まで抜き切ってくれるということ。あ、もう抜きのプロと言わせていただいて、わあ、すごいね。あ、これでまあ普通にまた、まあ、一番上の部分が一番やっぱり、ね、まあ、毛が溜まってるんで、そこから重点的に抜いていきます。なるほど、これね、僕やられててね、結構ね、気持ちいいですよ、これ意外と ね、気持ちよかったですね、このいろんなところ開眼しちゃってって感じで、白いよね、まあ、はい、まあ、石膏をね、塗り固めるぐらいのイメージで、しっかりと塗っていきます。あ、今なんかこれ貼ってるんですけど、これ何ですか？これはもうティッシュ、トイレットペーパーじゃない、ティッシュですね。あ、ティッシュ、ティッシュ、これなんでティッシュ？まあ、ティッシュ入れることに、あ、もうなんか抜けちゃってますけど、まあ綺麗に抜けましたね。まあ、ティッシュ入れるとすごい綺麗に抜けるので、まあ、こうピタッとしっかりくっついて、はい、で今これがまたブリーチしてからまた見え方が変わってくるので、そこから今しっかりと刈り上げを整えてるみたいな感じですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗ですね。僕もびっくりしましたね。職人技が出てますね、完全に。で、今ここでライン入れてる途中ですね。まあ、今回の、まあ、一番の僕の中にもあったテーマで、まあね、もう太陽のようなね、もうサンサンと輝いているね、川崎をイメージしたラインを、まあ、オリジナルで今こうやって入れさせてもらってますね。めちゃめちゃ曲線もこれ、はい、丁寧なラインですね。そうですね、ラインで一番難しいのは、ね、曲線って言われてるんで、丸とかが一番難しいんで、まあ、それを大胆に取り入れて、マチコイ系で、お、なんか登場しましたよ。そうですね、ここで今3種類、はい、カラー剤用意させてもらってますね。お、なんで3種類？一応グラデーションになるように、ほうほう、一番後ろが薄くなってだんだん濃ゆくなっていくっていう感じで、なんかこうグラデーションでファイヤーパターンみたいな、はい、そんなイメージで、まあ、刈り上げの中は頭皮は塗らない、なるほど、そんなことを意識しながら今やってますね。はい、いいですね。はい、まあ、そうですね、これで流していく、流してて、はい、まあ、上につかないように注意しながらね、やっていきます。なるほど、うわ、すごいですね、この、これはもう、ね、色のコントラストがバチコリ系ってやつですね、もう完全にね。今登場しましたよ、ね、もうバチコリ系、もうバチコリ系、バチコリ、バチコリ、バチ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 、ありがとうございました。あ、ブラインね、キルサでやりましょう。あの、もう仕上げですね、今が完全に仕上げていってる感じで、イメージとして使ってるワックス、ワックスはグリース、レッググリース使って、そうですね、今仕上げてますね。クックグリースはなんでクックグリースなんですか？ワックスつけるとしゃかりますね。なるほど、うん、ブリーチしてるとやっぱりさつきやすい、さつきやすいのと、艶を出してる、艶を出しながら、あ、これで終わりですね。まあ、ちょっと動画ではあまりちょっと触りにくいんですけど、しっかりとしたグラデーションで使ってますね。はい、なるほど、これが今回のスタイルですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。